ジア街で飲んでたの？ええ、酔っ払ってわけわかんなくなっちゃって、気がついたらアジア街の店で飲んでたんです。おいおい、勘弁してくれよ。すいません、まだ準備中で。あれ？もしかして。久しぶりだな、マスター。本当にお久しぶりです、桐生さん。一杯ご…マスター、ありがとう。聞きたいこと…スカイファイナンスの秋山って知ってるか？ええ、秋山さんですよね。あいつと連絡が取れないんだ。そういえば秋山さん、最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく…そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア街の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか、わかった。はるかをこの辺りで。あれ、はるかちゃんですか？ご一緒じゃないんですか？ああ、ちょっと訳があってな。今はるかが…あ、そうですか。残念ながらわかる。でも何か情報をつかんだらご連絡します。すまないな。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。
時間食っちまった。取らせやがって ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも途上界のヤクザがアジア街で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのはわかるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いなら、その懐の銃は必要ないのでは？ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで護身用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方東条会の言い分は聞かなくてもわかっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ。その代わり、今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。それじゃあ、今までは手加減をしてくれていたのですか？ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なので、うまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへ、これから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが最妖怪ボスからの答えです。
中国人が二人もやりやがって、殺してやれ。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる？いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスってマチキンをやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了，咱们走吧。間違いねえ。ありゃ四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい行くぞ。本家に知らせに行く。